信じるか信じないかは。こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、トルコの世界遺産ギョベクリテペ近くで謎のモノリス出現。みんな知ってる？なんか結構ね、去年からね、謎のモノリスがね、世界各地で出現してたっちゃけど、なんとね、今年に入ってトルコのね、世界遺産の神殿ギョベクリテペ、その近くでね、高さ3メートルほどのね、金属製とみられる柱モノリスが出現してるっちゃんね。まあこれね、去年もできて、結構各地で出現して、まあ誰かのね、パフォーマンスっていう風に片付けられてるけども、本当に相当かいなね。ミルキーブルーはちょっと何、一概にいたずらとかパフォーマンスとは思えんちゃんね。だってめっちゃでかくて重いやつをね、一晩で立てて一晩で持っていくとかおかしいやん。でまあね、今回のね、ギョベクリテペの近くで見つかったモノリスには文字があったらしいという。その柱に書かれた文字、それはね、月を見たければ空を見よと刻まれてたっちゃんね。月を見たければ空を見よ、どういう意味とかやな。やっぱ結局ね、宇宙と関連してると思っちゃうね、いろいろ。だって前も言ったけど、この地球があって空の上に宇宙があって、しかも恐ろしく広いやん。それを考えたら、この今の生きてる人生って何ってこう錯覚というか戸惑うというかね、混乱するっちゃんね、ミルキーブルー。このモノリスだって、もしかしたら宇宙人がね、置いたかもしれんやん。わからんやん。まあしかし、この月を見たければ空を見よう、もしかすると人間に対する警告かもしれんよね。だって人間ってさ、みんな私利私欲でお金をめぐったり、利権やらね、いろんなのをめぐって争ってるやん。で森林も伐採したり、動物を食べたりね、殺したり、もういろいろ好き勝手にやってるから、今の地球はもう恐ろしいことになってね、自然災害だってめっちゃ起きてるし、まあ、これは人間が生んだ種と思っちゃね。で結局はね、地球も住めない星になると思うと。ただ次はどこを目指すかというと、宇宙になるっちゃね。だけんこのまま何、この争ってばかりで、この核でも落とそうもんなら、多分一発で地球壊れるけんね。そういった人間への警告のような気もするよ、ミルキーブルーは。みんなはこれどう思う？ただのパフォーマンスと思う？それとも宇宙からの何、警告と思う？まあ人それぞれ捉え方は違うだろうし、あれやけども、ただ一つ言えること、ものすごく不思議な出来事よね、これはね。しかもギョベクリテペとか関秋夫がよく言いよった気がするっちゃけどね、なんか意味あるような気がするよ、ミルキーブルーはね。えでは今日はそんなトルコの世界遺産の近くに出現した謎のモノリスのお話でした。信じるか信じないかは。ではご視聴ありがとうございました。それでは。